さあ、ということでスーパードンキーコングを遊んでいきます。いや、最新作のスマッシュブラザーズスペシャルにキングクルールが登場すると言われてはいても立ってもいられないということで、早速やろうと思います。本当はドンキーコング64を無償にやりたくなって、すぐにポチッと購入してきたのですが、でもやっぱりやるならやはりスーパードンキーコングからだろうということで今これをやっています。でちなみにお分かりだと思いますが、バーチャルコンソール Wii U のものです。コントローラーに関しては任天堂クラシックミニスーパーファミコンに同梱されているコントローラーを Wii の Wii リモコンに接続して遊んでいます。まあもちろんお一人でやっていきましょう。さあ、昔のゲームはあまり凝ったオープニングとかはないのですが、こうやってスパッと始まっていくんですね。レベル1バナナジャングル。さあ、しかしこのスーパーファミコンのコントローラー使うのも相当久しぶりなので、ちゃんとできるかは若干怪しい。まあまずはお決まりのこれを見ましょう。コングバナバーバナナフォワード。まあつまり、お前たちのバナナは全部奪ってやったから取り返しに来いと、そういう挑発的なメッセージが残されているというわけですね。さあ、まずはお家からこの1アップドンキーを、ドンキーじゃなかった、1アップバルーンを回収して、はい、ドン。この鉄はどこで使うんだったかな。あー、いいな、このキーンっていうやつ、たまらん。さて、おーい、飛べない。そう、ドンキーはこのクランプ将軍のヘルメットを貫通できるっていう、そういう特性があるんですよね。ディディの方が若干身柄とか。おお、懐かしいな。とまあこんな感じでささっと始めてはいますが、今回は、まあ、せっかく久々にやるので何か面白いやり方をやれたらいいなと思っていたのですが、特にあまり思いつかなかったので、とりあえずゴールマークを全部ドンキーで統一するぐらいでおとなしくしておこうかなと思います。いくぞー。1はあんまり収集要素的なものはないんですよね。さあ、そう、クリアするとこのドンキーとディディ2人のキャラクターがいますが、どちらかでクリアするとそのマークが残るんですよね。なので、まあそんな大したプレイはもうほんと久々なんでできませんが、まあせめてこのゴールアイコンを全部ドンキーで統一する遊びぐらいはやっておこうかなと思って今やってまーす。それこそこのコングパネルを全部集める縛りとかでもいいと思いますが、それは後半になると本当に地味に難しいので、あんまりやる気はないのです。でもドンキーとディディだとあんまり違いないから、あんま縛りにもならないような気がする。むしろドンキーの方が強い気がする。ただ樽を頭の上で抱えてしまうドンキーに比べて、前で抱えるディディの方が扱いやすさは段違いでいいと思いますけど、このハンドクラップアクションでいろんなところからバナナをせしめるといったアクションもドンキー独特でできますが、さあ、このゲーム遊んだことある人はディディとドンキーどっちが好きなんでしょうね。なんか大方の人は大体アクションが使いやすいからディディの方が好きって答えそうだなと個人的には思っているんですが、どうなんでしょう。僕も基本的にドンキーは使いませんが、さあて、さあ、こんな雨の中でも映像は美しく流れていく。いいですね。ブーン、懐かしい敵キャラたちだな。おお、一瞬で晴れますね。ちょ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 、あれ、これ上登れないんだっけ。 DD ぐらい身軽じゃないと登れない説はない。早速コングを集め損ねましたが、構わん、どんどんサクサクっとやっていくぞ。フランキーコングの小屋、これ昔やってた時はまともに見たことないんだけどな。背筋を伸ばさんか、背筋を。ドンキーすげえ猫背だもんな。猫背というのか、これは。この頃は忘れようにも思い出せんし、え、覚えておらんことは忘れてしもうた。確かの、クレムリンの一族のボスはキングクルールというのじゃ。っていうか、みんなやつの弟子なのじゃ。
昔のゲームはこんなに色はついてなかったが、面白いものもあった。ドンキーコングなんかそうじゃ。そうですね、スーパードンキーコングはもう本当に色合いが美しすぎますよね、もう。これはヒントなんじゃが、全部の隠し部屋を見つけるとそのコースにビックリマーク?Y ボタンを押しながらジャンプでより遠くへ。あ、こんないっぱい喋ってくれるんだ。それは知らなかった。ビックリマークうんぬんはごめん、全く知らないわ。そんな隠し要素あったのか。ちゃんとやろ、今度。さあ、しかし、今回の目的はあくまでもキングクルールさんにお会いしに行くだけなので。そういうぐらいのテンションで、ささっとやっていきましょう。行くよー。わーん、飛んでいく。そう、昔、このレベルのゲームを一番初めにやるともう、これより昔のゲームの最初にやっていたという感覚がちょっと分からなくなってくるんですよね。それぐらいゴージャスでリッチな出来栄えなんですよね。スーパーファミコンにしたってそうですけど。スーパーファミコンの中でだって、ね、まだまだ色々切磋琢磨していた時期なのにもかかわらず、このクオリティですからね。なかなか恵まれたのか、それとも、いいゲームを最初にやりすぎたのかと、いろいろな複雑さはありますが、今なお楽しめる色褪せないゲームだと思っています。これがバーチャルコンソールで本当に数百円で買えるなんてね、信じられないと。とんでもない時代に生まれてきてしまったもんだぞと言えないくもないですが、やっていくよ。ぴょんぴょん飛ぶね。この青色のやつはよくジャンプするとかそういうのだったかな。おお。でもなんか、それなりに覚えてささっと進めるもんですね。わーん。スーパードンキーコングシリーズは最初にやったのが2だったので、1はむしろ後からやった方なのですが、それだけ後にやった分なんでしょうね、感覚が手に染みついている方が1なのかもしれないですね。2の最初にやった記憶ってもう覚えてないぐらい昔ですからね。エンガード、カジキのエンガードさんですね。おお、懐かしいな。これこのつく時の音がピュンっていうこの独特な音を鳴らすんですよね。エンガードさん、ちょっと待って、行かないで。ごめん、俺が悪かった。おお。アニマルフレンズは、基本的には無敵なのですが、まあさすがにちょっとびっくりすることがあると、ね、どっかに飛んでいってしまうという、そういった特性を持っているわけです。いや、いいね。このタコは確か1にしかいないんでしたよね。そして、アニマルフレンズは、なんか二重に登場することもあるっていう、この、よくわからない存在なんですよね。そしてこのサメさん。サメさんも思い出深いな。これ確か2には登場しないんですよね。ちっちゃいのも大きいのもいますけど。上向きに行って。この上なんかありそうじゃない？おお、N だ。道が続いているときは、とりあえず先へ進んでみようの精神でやってみましょう。おーい。おー、パールくん、懐かしいね。君も1にしかいなかったという記憶があるよ。8の字で、オクトエキスパンション、好評配信中。そんなこんなでやってきました。サンゴの海から、ファンキーコングの小屋。最新作のトロピカルフリーズでは、初心者のためのプレイヤーキャラクターとして、参戦してくれましたが、あいや、ミーの名前はファンキーコングね。まあ、名前の通りファンキーなやつってことですね。ミーのスペシャル樽付きジャンボジェットで島のどこでもご案内よと。あーいや。まあ、ステージとステージを行き来するための施設というわけですね。おお、こんな感じで、お好きに移動することもできるという、そんな感じの仕様ですね。ただ、今はまだ第一ステージしかないので、関係ないですけど。タル大砲の谷、懐かしいね。やっていきましょう。
これ登れないかな。登れた。高さが足りていないだけだった。あ、これ確かこっちから行くとショートカットでめちゃくちゃいいところまで進めるんじゃなかったかな。はい、ジャーンプ。はい、ジャンプ。ちょっと待って、あみんな下にいるときに踏んじゃったから、もうもったいないことをした。さあ、俺マークのついていない樽は自分で出発を選べるんですが、この爆発マークみたいなのがついているやつは勝手に爆発しちゃうんですね。いくよっと。おお、さあショートカットを駆使してお借りで素早くいいところまでやってきている。今のところノーミスなのもポイント高いよ。あれ、こっちじゃなかったかな。なんかこの辺の壁壊せた気がするんだけど、こっちだった気もする。まあいっか。まあ隠しはそんなにという感じで、こっから、はい、どーん。めっちゃ跳ねてるし、大丈夫。おお、もう一応クリアしたことはあるんですが、もう本当に大昔なので。あ、こんな感じですどこがどういうステージでどういう作りだったかとか、もうほとんど記憶はないので、ささっとやっちゃいましょう。よいしょ。こっちだったかな。これディディだと爆発ところに、爆発するところに触れれば一発なんですが、ドンティだと触れてるのか触れてないのかもよくわからないので困りものですが、よいしょ。横がしっかりと合っていないとうまく決まらないのです。よいしょ。このタル大砲はせっかち君には本当に辛いんだよな。タイミングを待たなくちゃいけないっていうこのモヤモヤ感が。よいしょ。さあ、よいしょ。オッケー。さあ、ここ飛んで、お、今回はコング揃ったね。いいね。よしよし、順調に行けましたね。さあ、これでバナナの山へ到着と、その前にキャンディーコングの小屋へ。はい、私はキャンディー、キャンディーコング。ここはいわゆるセーブポイントなの。いわゆるセーブポイントなの。そうですね。よく考えたら説明する必要もなく自ら語ってくれましたが、さあやっていくぜボス、ノーティー。はい、これがこのステージのボスくんです。よいしょ。大体のゲームは3回踏んだら勝ちなんですが、このノーティー君は3回じゃないんですよね。よし、さあとりあえずサクッといきましたね。まあレベル1ですからね。とこんな感じでじゃんじゃか難しくなっていくアクションコースをクリアしていこうというゲームなわけですね。さあでは次回はレベル2モンキーマインズに続きます。ありがとうございました。